でもさ、あの爆発を中止したっていうのが、相手が勘違いしてそのまま進めちゃったってことなん俺だろがう思か。う。いいバーテンダーの条件とは、寡黙で聞き上手であることだ。その点じゃ、ゲイブは誰よりもダメなやつだったな。ダメだったんか。昔、スピード違反で、あいつのこと捕まえたんだ。チャリの。チャリの。そんなことある。入試用の小論文、よく見てくれたわ。そんなの、書いたことなかったはずなのに。ゲイブは。ゲイブからライブしに来いって言われてさ。そのおかげでシアトルから。ここまで来る羽目になって。ゲイブは面白いやつでな、よく笑わせてもらった。今日はそのうちのいくつかを紹介しよう。いくつか。まずは2年前のことじゃ。罰金を払わせるはずだったのに、気づけばなぜかビールをおごってたよ。そうなの。あいつさ、ライブの間ずっとニヤニヤしてて、あの顔がなぜか忘れられないんだ。つまり奴はずっと勘違いしとったんじゃ。みんな笑えないね。5つ目は、5つ目って誰にでも優しかった。一緒にいるだけで明るい気持ちになれた。世界で一番のホラ吹きじゃった。一生忘れない。初めこそよそ者だったが、あの男も今では家族だ。この世を去ってもな。この辺にしておこう。悲しいことだが、あの夜のことは不幸な事故だ。今できるのは、不幸な事故なんかじゃない。おい、まだ終わってないんだぞ。俺の衛星電話を使ってゲイブがちゃんと逮捕に連絡したんだ。でもあいつら無視したんだ。そうだよね。それであんなことに。ちょっといいか。あの日は俺が当直だったが、電話はなかった。一度も。嘘だ。実際は。アレックスも電話したのを見たはずだ。なあ。実際は電話してなかったのかな。はっきりとは、はっきりとは見てないよね、でも。その時一緒にいたわけじゃないけど、かけたって言ってた。今の話は聞いたな。電話したと言っているが、どうだ。そう言われてもな、嘘はついてない。してない可能性もあるのかな。まあ落ち着け。この件は捜査中で、今はお前あの日通話記録とかないや。レコード屋でも血眼になってゲイブを探してたよな。なんで探してたか当ててやるよ。ライリーの件だ。違うか。痛
黙れよ。その後ボコボコにされてゲイブの部屋から出てきたお前も見た。おい、そんなことがあったお前にたまたまあの電話を見逃したなんて言われてもな。だから電話なんてなかったって言ってるだろ。てか電話したってのが嘘なんじゃないのか。あいつそんなに信用できるやつじゃなかったしな。おい、ふざけんじゃねえぞ、うん、そこまでだ。何があったか知りたいのは俺も同じだが、今日のところは止めないでくれ。ゲイブを嘘つき終わりしやがって許せねえよ。違う、俺はただ、もしもう一度ゲイブのことバカにしやがったらただじゃおかねえからな。やめて、もう限界。でもゲイブだけを狙うってこともできないからね。爆発したとしても、こんなことするために集まったの？そうじゃないでしょ、分かってる？ああ、うん、そうだよな。でも俺はただ、俺が死なせたわけじゃない、うん、自分を責める気持ちもあるのか。てめえ今なんて言った。ライアン、よせ。おい、聞いた話じゃゲイブが死んだ原因はお前が。いい加減にしろ。いや、言ってみろよ。言いたいことがあるんだ、聞いてやるよ。お前らその辺にしとけ。いいや、変に疑われて黙ってられるか。ゲイブが死んだのは俺のせいじゃない、うん、お前がロープを切ったからだ。でもね、かなり真正面からぶつかってたもんね。まだやんかにしろ。ほら、解散だ。ねえ、何？ひどかったね。だね。大丈夫？あんまり。でも平気。辛いなら無理はしないで。その汚いけどちょっと上がってく。ギター弾くの？前に少し兄さんからもらった。まあね、あの日にもらった兄さんから。そう、ゲイブが店の前でウィリー練習してたのを思い出すな。あいつさ、派手にこけて死ぬほど笑ったんだよね。ラープもめっちゃ楽しみにしてた。イーさんのためって、自分が一番燃えてたくせに。兄さんらしい。だね。こ
この写真去年撮ったんだよね。これ、うん、マジで、ん、あいつなんだ、ステフ撮ってあったんだ。これは何なの？悲しみなのか？少し一人にして。うん、分かった。人の部屋だぞ。落ち着け私。絶対大丈夫。ステフがああなったのはあのボトルのせいだ。それならイーサンの時と同じ方法を使えばなんとかできるかも。共感力かな、どうだろう。よし、じゃあまずはステフの感情に触れてみよう。どうなの、ちょっと待って。他のものを今触ってもしょうがないか。ステフの感情、感情、これは何、どういう気持ち。ステフの思い出に触れられる。いろんなものに思い出がこもってるんだね。ええ。もう諦めな。バスも予約したし。いや、もう一戦やろう。俺が負けたらバス代をおごってやる。勝ったら町に残れ。よっしゃ、バス代いただき。なんてバンドだ。ドントシットオンマイヤードだよ。ギタリストの腕が一本しかないんだ。すげえな。どうやって弾くの。他に何かある。今ので十分なのかな。あ、なんだろう。仕事ゲットおめでとう。あれ、言わなかった？仕事は断るよ。デンバーに引っ越すし。は？マジで？で、さっきのゲームで、サッカーゲームで戻ったのかな？戻ったというか、とどまることになったのかね。くそ！お前のキャラ強すぎだろ！はいはい。好きなだけ言い訳しな。勝つまでやるぞ。もう諦めなよ。ここには何かあるのか。この瓶、瓶はそうだけど。試合終了。ステフを制したゲイブ・チェン、初代チャンピオンの座を勝ち取りました。もう最悪。なんでこんな街に残る羽目に、ここに残りたくてわざと負けたんだろ。分かってるよ。うるさい。事情は大体分かった。助ける、見る、親友だったんだね。話す、助けるってなんだろう。助けるっていきなり助けらんないよね。話す。ごめん、もうちょっとだけ一人にさせて。あれ、助けるがなくなっちゃった。助ける先に選べたんだ。あれ？あ、助けるは、あ、あるある。助ける？まだ信じられないよね。うん。あいつがいたから。ねえ、ごめん。今は。テーブルサッカー、ゲーム。
どうなんだ。飲み物どれで、これ全部は順番に選べないのかな。テーブル速攻、飲み物、テーブル速攻、勝負しない？ゲイブとも遊んだな。そうだったの？そうだったのでいいかな。知らないふりするか。そうだったの。そう、まあ、いいや。でも今はちょっと。飲み物だったら飲むかな。あ、やるんか。五点選手？わかった。ちょっと待って。L、LB、RB、RT でテーブル。兄さんとはよくやってたの？ん？しょっちゅうやってたよ。ん？じゃあ強いんだろうね。左から、あ、待って、 LB、 あれ、なんか LB と LT が逆になってんだよな、これ。バンドをやってたんでしょ。うん。あ、担当はドラム。お、入った。ドラム歴は長いの？うん、かなりね。あ、やばい。お、さあ、お、入った。やばい。あ、あ、入っちゃった。ちょっと僕覚えらんないな。お、入った。お、あれ、ん、あれ、買ったんじゃない。よっしゃ、勝った。まあ、しょうがないね。全力出した結果だしね。全力じゃなかったって意味なんだけど。ああ、ごめん。まあ、それもそうか。本気なら、ステフが負けるわけないもんね。ふん、生意気言うじゃん。歓声が聞こえてきた。歓声？あ、待って。観客が盛り上がってきたみたい。イエーイ、アレックス最高、イエーイ、ステフの最高。そこまで言うならもう一回やるよ。やるのか。よし。今度はマジで行くからね。油断すんなよ。するわけないっしょ。よし、絶対集中切らさないでよ。はいはい。あ、やばい。ああ、北西部最高のバンドは？まさか気をそらそうとしてる？あ、やばい。ああ、はい、だってば。ちなみに答えは3ターキーね。あ、入った。あ、やばい。お、入った。お、あ、入った。あれ、あ、やばい。あー、やばい。あ、あ、ダメだ。あれ、あ、勝っちゃったよ。やった、くそ。あ、勝った。マジで本気だったんだけどな。いや、ちょっと待って、もう一回やろう。この一回に勝利した方が真のチャンピオンね。いい、ずる。どうしよう。やろうよ。
ゲイブだったら 100% 受けるはずだよ。分かったよ。行くよ、最終決戦。すごい気合。感心してないで気合入れて集中した方がいいよ。 やばい。分かってる。あれ強っ。男と女はどっちが好き？性別は関係、すごい。そんな、今言ってくるこんなこと。どっちでもいいかな。タイプならだけど。タイプって？あれ？そのうちわかるんじゃない？やばい。これ見て。ガーン。ステフの勝利！ルルルルルルル！チェン兄弟破れたり！はい。お疲れ。ゲイブと違って悔しがったりしないんだね。つまんないやつでごめん。ん？何何？気分が晴れた。私に必要なものよくわかったね。いや、偶然だよ。やりたくなっただけ。これからどうするの？何が？マックのことだよ。どう見ても嘘ついてる。どうなんだろうね。でも正直嘘なのか本当なのか分かんない。そうだね。そうだね。あんな嘘ついてさすがにクズすぎる。電話したってちゃんと証明しなくちゃ。誰よりも兄さんのために記録が残ってそうだけどね。どうなんだろう。私にも。頼りにしてる。仕事に戻るよ。じゃあね。兄さんは絶対電話した。マックはわざと爆破を止めずに見殺しにしたってこと？バーテンダーとして兄さんの後を継ぐのはなんだか荷が重そうだな。最高のスタッフたちへ、君たちの素晴らしい仕事ぶりはまさにヘイブンの誇り。ありがとう。呪われた鉱山。待って待って。これ上行けるようになってんのかな？綺麗にする。私だってやればできるんだから。あれ？今服を片付けたことがそんなに重要だったのかな。ちょっとこの辺見れるものを見ておこうか。シュシュ。いつも一緒にいてくれてありがとう。耳が取れちゃってるお人形ね。着替えますか？洗濯。黒いままか。緑にしよっかな。この写真見る。再会したばかりなのに、もういなくなるなんて。本当だね。やっと会えたのに。
ライリー大喜びしてる。難しい試験を突破したんだから当然か。すごいな。ゲイブはアート It's happening。 なんか信じられない。一生のお願いだから。これは前に見たやつかな。兄さんと一緒に過ごしたあの日、もうずっと前のことみたい。この辺、これはもう見た。心配する気分にはなれないな。そっか、見る。人ってなぜか落ち込むと皿洗いを放置しがちだよね。確かに。洗ってちょっとすっきりしますか。よし。あ、これでまた変わるんだね。うわ、なんかパズルが落ちたまま。あれは片付けないんだ。テーブルサッカー。なんかステフって見つけられたのは君のおかげだ。ありがとう。まあそうだけど、ステフって前のシリーズでも出てたんですね。なんかちょっと調べたら、最高に楽しかったよ。ビフォーザストームに出てたみたいですね。かなり使ってたんだろうな。見るレコード、あれ、これあげた、兄さんとのいい思い出になった。あげたっていうか、あげたのか。あげたやつだね。彼女の方も心配だな。確かに。スノボ。チェン兄弟は不滅だからね。兄さんと滑りに行ったら楽しかっただろうな。雪に突っ込む兄さんが目に浮かぶ。階段。あ、上の階初めてですね。あ、上の階っていうのは、屋上のことだったんだね。風が答えを運んできてくれればいいのに。うわ、ここ、あの場所だね。また一緒に夕日が見たかったな。これも早く片付けないと。座る。やっと自分の居場所を見つけられたと思った。何度も失望してきたけど、今度こそって。兄さんと再会できて、ようやく人生に希望が持てた。これまでずっと絶望ばかりだったのに。試練の多い人生だね。あの時私に殴られた後も突き放さないで、ここで私を受け止めてくれた。それから私は特別だって。また一人になった私はこれからどうすればいいの。この街に一人で残されて。でも、あの能力のおかげでイーサンの光にも気づけたもんね。これは見て回れるのかな。うわ、すごい景色だね、これ。うわ、いやいやいや、まあ、ずっとやるいるとしたらどうなんだろうね。兄さんとなら楽しめたかな。すごい綺麗にしてますね、これ。バッチが落ちてる。バッチ、もうボロボロだね。これステフがやってたバンドの名前。ドラッグストアメイクアップ。グリル。インさんとやったのかな。
この町を愛してたんだね。コロラドの周期。鳥はいない。反対側なんかある。太陽と月。このくらいなら空を見ればいいんじゃないの。空き缶はここでは片付けられないのか。すんごい雪降るんだろうな。よし。出ましょう。